どうも、オバーンです。いや、届いてしまいましてですよ。アリエクスプレスですよ、アリエクスプレス。なんとですね、自作になるのかな？グライダーです。グライダーのおもちゃです。アリエクスプレスでグライダーのおもちゃを1029円で買いました。送料はね、459円か。今届きましたよ。アリエクスプレスの割に、こんなこと言ったら失礼ですね。もうアリエクスプレスといえばですね、注文してから1ヶ月かかるとかいうのはザラなんですけれども、もうこれね、2週間はかかってないな。1週間ちょっと10日ぐらいでね、届きましたですよ。どんな商品かって言ったらこんな商品ですね。デザインね、いい感じなんですよ。こういうね。で、翼長が99センチです。で、このね、100均じゃなかった、ダイソーのグライダーのでかいバージョンみたいなね、そんな感じですね。全長は60センチ、翼長99センチですね。なんていう商品かというと、トマイベイビーですか。発泡スチロールなんかな。EPP なんかな。ちょっとよくわからないですけども、EPP って書いてあるな。の素材で、とりあえず、ラジコンではないです。ただ、グライダーのおもちゃですね。これを、翼長99もあるんで、これをですね、8号機に改造していこうというふうに思うわけですね。で、追加で買わなければならない、部品はですね、モーター1個で済むんですよ。これ、ね、ラジコンの、機体の数が増えてきたらですね、ストックの部品でほぼ1機できてしまうというね、そういう状態になってしまうんですね。だから、モーター1個、そして、機体、1029円ですね。だから、送料は別として、1500円弱でね、できてしまうというね。で、今、またブラシレスモーター。ブラシレスモーターはアリエクスプレスでね、400円か500円かで、いつもの黄色のような、黄土色のようなね、ブラシレスモーターがあるんですけどね、それが1個500円とかね、なんで、それをつけてね、飛ばそうというふうに思ってます。でね、ちょっとね、どういう構成にするかはね、ちょっと、まだなんとなくしか決めてないんですけども、プッシャー機にしようというふうに思ってます。グライダーなんでね、機首にプロペラをつけるよりも、主翼の上にね、プロペラつけて、できれば、プロペラを可動式、つまり、滑空するときはプロペラが格納できるようなね、そんな仕組みできたらなというふうに思う。とりあえず、開けてみましょう。とはいえですね、さすが、翼長99センチの商品が1029円ですね。これいつもの中国発送の商品にあるね、グレーのプチプチに入ってるだけなんですよ。大丈夫か？折れてへんか？これ。ね。というとこではあるんですけどね。あと、機体登録ですね。もうこれの方は、準備を進めておりましてですね。100グラム以上になるのは、確実なんで、機体登録の方の準備も抜かれないといったところですね。とりあえず開けますか。あっちゃー。尾翼、曲がってます。これは残念だな。なんとかなるとは思うんですけどね。これひどいですね。完全に折れ曲がってますぜ。トマミベイビーね。でね、同じような商品ね、ヤフーショッピングとかでね、1900円とかで売ってるんですけどね。さすがアリエクスプレスですね。なんとか修正はしますけれども、こんなもんぐらいでね、商品交換とかね、バンはしまう。垂直尾翼の盾も折れてんのか。これひどいね。使い物には、正直おもちゃとして、組み立てて使うには、もうこれだと、飛ばないです。いやー、参ったね。ねえ。
ちょっともうちょっと上げてみましょう。垂直尾翼ですね。いや、これひどいですね。あんな梱包じゃそりゃこうなるわなと言ったとこですね。どうしよう。もちろんこれだと、まあ、交換対象にはもちろんなるとは思うんですけれども、ひどいですね。これを修正す、まあ、もちろんできますよ。できますけれども、重くなるじゃないですか。ちょっと考えます。一旦カット。はい、もうめんどくさいんで、いや、めんどくさいから直すというのもあれですね。めんどくさいからの交換のお願いをしないっていうのもちょっとね、いや、これはでも、また同様の注文をされた人が残念なことになるんで、やっぱこれは言った方がいいね。はい、というわけでちょっとこれは言います。というわけで、アリエクスプレス、トマミベイビーを買ったんですけれども、梱包が、非常に雑で、尾翼が曲がっていて、使い物になりませんでしたと。といったところですね。主翼はどうだ？主翼も曲がってますね。これちょっともう一回ちょっと取り出してみましょう。主翼の方は大丈夫でした。曲がってるのはこれこういうデザイン。いや、どうだ？なんかちょっと左右で違うぞ。こっちは大丈夫ですけど、こっち、やっぱりね、こっちめげてますね。はい。めげてます。とりあえずこれはダメですね。完全に EPP の素材が圧縮されて曲がってますね。はい、交換してもらいます。というわけで残念なことになりましたけれども、こういうこともあるということですね。本日以上です。ではでは。